ポック。ついに来てしまったが。おお。大きな大きな宇宙。その中の地球という星。マザー的なあれか。地球に生まれた地球人。お、すげえ。アダムとイブじゃん。地球に生まれた友達。おお。言葉は通じなくても友情で結ばれている。これまでもこれからも大切な友達。なんかもうすでにエンディング的な感じだよね。おお、伸びた。これから始まるのは友達を探す旅。やたら友達を押してくるな。源さん。たくさんの友達を増やす旅。郷田武史。たとえ行く手に何が待っていても、スネを恐れることは何もないだ。だって、僕たちは、君の仲間なんだから。もうなんかでも結構良さげだな、なんかね。なんかもうすでにすごくなんかもういい感じじゃないのか。ドラえもん。ちょっとまあ曲をじゃあ聴いてからじゃあれだな。やるとするか。ドラえもん、君とペットのものってこれ何なんだろうな。全然ちょっとわかんないんだけどな。まあなんか RPG ってなんか話は聞いたんだけどな。でもなんかもうこの感じだとなんかペットを育てるみたいななんかそういうイメージもあるけど、どういうあれなんだろうね。なんかあんのかな、デモシーン的なあれはなんか。デモシーン的なあれはあんのか。ドラえもん。ゲームボーイのドラえもんってなんか他になんかあんのかな、なんかいろいろ探したけどな。なんかドラえもんカートみたいな、そういうのもあったんだよな。ドラえもんカートってなかなか、それはそれなんかすごそうな感じですけどな。もういいか。文字速度、速い。やっちまうわけだ。初めから。男が選べるんだ。おお、ギガゾンビ方式じゃん。じゃあ女の子にすっかじゃ。たまには。おお。なるほど。じゃあこちらにしよう。アスカ。あ、あるんだ、ちゃんと名前が。いや、ちょっとここは、申し訳ないが。申し訳ないが、まあちょっとあれだな。まあせっかくだからな。せっかくここまで来たというわけ。行くしかねえだろ、これは。ボラコ。難しさを決めても普通でいいんじゃないか。優しいでもいいけどね、別にな。はい。お、すげえ！すげえ！何これ？困ったな。またテスト0.1つだった。お、すげえなんかこれ。ママに怒られちゃうよ。なんか濃厚な感じがもうすでになんか伝わってくるもんなんか。なんだろうこの声。キャンキャン。あんな段ボールばっかな。犬育てんの？かわいいな。どうしたんだお前。人の家の家の前に。捨てられちゃったのかい？かわいそうに。うちで買うのはママはダメって言うだろうし、困ったな。待ってて、今台湾の時持ってきたんやけど。どうするか考えるよ。おお。お、どうしたのかな。急いでいたみたいだけど。来たかついに。ボラコ。かわいい。お前捨てられてるの？拾うのか？そうか。うちにおいで。あ、マジで頼んであげるからうちの子になれねえよ。名前つけなくちゃ。どんな名前がいいかな。ムック。ムックってジャイアンの名前。ジャイアンってあれだよね。犬飼ってるのさ、あいつな。え、ムックじゃないのそれは。で、俺もちょっと完全にちょっと俺のなんかあれでやっていいかな。俺のちょっと知り合いの。いや、俺の知り合いってかあれなんだけどな。ビルコスおじさんって人がいいんだけどさ。ビルコスおじさんの犬の名前が。あ、モッコスって言うんだけど、それにしよう。まあ俺は勝手に名前つけたんだけどな。お前はもうコスで行こう。いいのがこの子やっちゃって。よし。行くか、モコス。モコス！感動モコス。会えなくなっちゃったな。すれ違いだったな、ちょうど。のび太くん。のび太くん。はっはっはっ。って言ったらちょっとやばいかもしれない。どうしちゃったのさ。帰ってきたと思ったらすぐ飛び出してママに怒られるぞ。ドラえもんめちゃくちゃいい顔してんな。何これ優しそうな顔。いなくなってる。せっかく食べるもん持ってきたのに。どうしたんだいのび太くん。かわいい子犬がいたんだ。うちは買えないけど、多様のくらいあげようと思ったのに。そうだったのか。どこに行ったのかな。誰かに拾われたんで、よかったじゃないかな。すげえなんかあれじゃねえなんか。大丈夫か、このドラえもん。ちょっとなんか変じゃねえなんか。優しすぎる。そうに決まってるさ。どっかの優しい人が拾ってくれたんで。お前、偽物じゃねえだろうな。きっとそうだ。うちに帰ろうよ。うん。テスト降りきちゃった。ママに怒られる。ああ、君ってやつは。表情いいな、なんかすごく。知らないよ。ドラえもんてれててれててるか。来るか。その日からもっこその生活が始まった。家でかすぎだろ、これ。でけえな。どんだけでけえんだよ。あ、一緒に寝るの？一緒に寝るのか。あ、そこに寝かしつけんだね。おー、やっちまったな。これやばいぞ。相当怒られるんじゃねえか、これ。やばい。お、めっちゃ謝ってる。お、すごいね。てるてる坊主なんかしちゃいみたいな。カエルが。カエルをかけてんのか。おはは。何事だよ、これは。ほっこりするな、なんか。よしよし。寝てる。ああ、こんなところ寝ちゃってって。風邪ひくわよ。おお、優しいね。雪だるまでかい。でかくね？これすげえ楽しそうだな、これなんか。めちゃくちゃ楽しいじゃん。季節めくってるぞ。ただいま。どっちがこれ主人公だな。ボラがちょっといらっしゃい。どうしたの？どうしたのじゃないわよ。どうしたの？いたずらしたの？洗濯物に飛び出てドロドロにしたのよ。そうなんだ。いたずら者なんだから。ごめんなさい。まだ子供だから。拾ってから1年でしょ。1年か。きちんとしつけないとね。え、ねこれしつけるなんかあれがあるのかな？ママが叱ってあげましょうか。大丈夫。ジェネちゃんといいよ。なんかめちゃくちゃ暴れてねえなんか。大丈夫か？なんか敵意ある顔してるけど大丈夫か？いや、目が尖ったぞ。お、大丈夫だ。正面から見るとあれだな。まあまあ。ただいまもっこす。今日もいたずらしたんだって。ダメじゃないの。いつも怒られるのは私なのよ。くん。甘えでごまかしてもダメだからね。いたずらやめないと怒るよ。お。ダメだってこう！お前拾ってやったのは私なのよ。言うこと聞くの。もっこすったら怯えてるか。おお、え、これどこ？窓？これ。家出しやがった。もっこすー！どこ行っちまったんだよ。ちょっと待って、待って、待って。ポロコね、ちょっと待って。おお、パーティー持ち物。結構強いぞ。持ち物、通常宝物。カードアルバム。主人公のママ。109、犬や、なんかそういうのもあんの？カード要素的なものがあるのか。すげえな。すげえ。これなかなか面白そうだな。これ一回ちょっと家に行こうぜ。見つかった？どこから寂しがっていなければいいけど。どこにいるんだろう？まあ、とりあえずこれあるか？こういう家には入れないんだね。こういうとこは誰だ？友達のところで遊びに来たんだけど、同じ形のマンションが多くてわからないね。おう。これは確かにわけわかんねえな。物知り博士？誰だそれ？大木博士か。クイズを知ってるらしいよね。クイズ？この足を当たると隣町。まあ、隣町行く前にまだあれだろ、こうだろ。ペットがいなくなったのどうしたらいいんだろう。お前もいなくなったの？みんないなくなってんじゃん。見かけなかった。ペットがいなくなったの。ああ、そういう系？みんななんかいなくなってんのか、じゃあ。もっこさんいなくなったんです。迷子の犬を見かけませんでしたか？知らないな。見てないと思うよ。そうですか。急なペットかい？はい。心配だね。ペット泥棒の騒ぎになってるし。ペット泥棒？ペットばかりを盗む泥棒さ。この辺りに被害届が出ていてね。おお。もっこさんも泥棒に。そうと決まったわけじゃない。お腹が空けば帰ってくるかもしれないよ。もう帰りなさい。え、帰っていいのこれ。こっちが行けんの？あ、行けないんだね。まず一回帰るか。帰りなさいって言ってんだからな。どうだ？見つかった？まだ。元気を出してきっとすぐに帰ってくるわよ。うん。おお。遅いな。まだ帰ってこないよ。ポラコ、もう遅いから寝なさい。はーい。答えたけど寝れないんだよ。モコさん帰ってくるまで待っていいよ。帰ってこないんじゃないかな、これ。窓でかすぎじゃねえか？てか部屋広いな。お、来たか。イオの声は。モコスの声。おお、帰ってきたな。くん、心配したんだよ。怯えてんじゃん。大丈夫？うちに帰ろうよ。もう怒ってないから。怒ってないってば。おいでよ。待ってよ。逃げるの？せっかく戻ってきた方がいいな。おお、モコス。どういった？消えちゃった。さらわれたのか？偽物だったのか？こっちかな？何？お前もさらわれたか？この子供はどうしようか。自分の部屋に返しておこう。起きたらきっと夢だと思うように。では、誰だ？未来の人かな？さらったのか？私の部屋。モコさん帰ってきたと思ったのに。夢だったな。夢だったらよかったんだがな。モコさん心配だな。夢かもしれないけど確かめてみよう。こうか。ここにモコさんいたんだけど、やっぱり夢だったのかな。あ、なんかある。光ったみたい。首輪じゃねえかこれ。不思議なリング。何これ。不思議な光。もらっちゃおうと。もらっちゃうのか。ボラコ。こんなに早くからどこに行ったの？モコスがいないかと思って。モコス仲良しだったもんね。すぐに国に使うわよ。そうだといいけど、この辺りにはペット泥棒がいるんだって、だから心配なんだ。その話はママも聞いた。橋の向こうのペットショップからもたくさん盗まれた。その犯罪じゃないか、完全に。そこの店長さんは犯人を見たんですって。泥棒は捕まるわよ。犯人見たんだ。そのペットショップに行ってもいい？話したいよ。ボラコったらそんなにモコさん心配なのね。そりゃそうだろうな。柱向こうのペットショップに行ってもいいわよ。おお。あ、じゃあ行けなかったんだよ、さっきは。朝ごはん食べてからな。はーい。よし。一回でもとりあえず話聞いてみるか。よし。今日は特別ですからね。子供は一人であんな遠くまで行くなんて心配なんだから。そんなに遠いのか。話変わってる？橋を渡って、お！ちゃんとな、細かいな、なんかこうやってな。物知り博士はどこにいるんだ、一体。まあ多分会うんだろうけどな。警察は？ペット見つかった？まだなんです。見つかんねえよな。ペットいなくなった。一緒か。トゥルトゥルトゥトゥ。渡ってもいいって言ったっけ？ペットショップに行こう。どうだ？おお、誰？青いやんね、家。綺麗な家だな。スネ夫かな？明日のペットがいなくなった。どうでもいいけど。どうでもいいの？どうでもいいってやべえな。どんだけやべえんだって。ん？誰？お、入れる。お、のびちゃんの家だ。のびちゃんの友達？宿題が終わるまで遊びに行けないんだよ。おお、玄関が半端ねえことになってんだからな。カード集めるのが趣味なんだ。カードってモンスターカード、キャラクター、秘密道具。3種類がある。へえ。なんかいろんな映画。これゴーダー商店じゃね？雑貨屋さんかな。アキシー。ん？誰だ？雷じいさんか、これ。趣味はカード集めること。余ったカードでよければコレクションに移って、お！ 200 ってね、これ。宝石なんだ。へえ。頑張るんじゃぞ。すげえ大量なんだ。どんだけいっぱいいんだ、一体。土管がでかいな。土管とか見なくねえもん。土管とかなんか見た記憶ねえんだけど。あと、裏山。そう、2階。お、ここか。ここ？ちょっと待って。その前に一回ちょっと探索させてくれ。ペットロボでしてる。ペットも狙われたらどうしよう。うん、危ないね。来ないね。公園か？腹減ってきたな。見ない顔だね。ここなんだ。ちょっとなんかでかいな。あれ？あ、スネ夫か。見かけの子だったぞ。塾に行ってる。みんな塾行ってんのか。すげえな。みんな真面目だな。おもちゃ屋さん。時間無駄にしてる場合じゃないよ。てるててるててん。じゃあ行くか、じゃあ。噂の。店長。せっかく来てもらったのに今ペットがいないんだ。帰ってくれ。ペットいないってやばくね？買いに来たんじゃないんです。それが冷やかしかい。ペットたちがいなくなったと聞いて、やっぱり冷やかしなんだな。ペットのいないペットショップなんてあるものか。バカにする気だろう。違いますってば、私のペットもいなくなったんです。関係があるかと思って。それはすまなかった。大切なペットがいなくなってつい興奮してしまって。ペットを盗んだのどんな人でしたか？そうだな。どんなやつ？お前誰だ？お！ペットを見せてくださいな。源さん。いらっしゃい。今日は休みなんだ。ペットが盗まれたもんでね。ペットが盗まれた？ちょうどその話をしたとこだよ。友達になろうぜ。ペット泥棒のことを話してくれるところでした。はっきりと姿を見たわけではないんだよ。夜中にペットが騒いでいたから見に行ったんだ。ペットが騒いでいた？おお、すげえね。結構いっぱいいるな。こっちはなんか右へ。あ、足あるか。誰だ？暗くてよく見えないな。電気をつけてやる。見つかった。引き上げるぞ。で、もぬけの殻になったっつうことか。ペットがいなくなっている。なるほどね。というわけなんだ。まあ怖い。他に思い出せることはないですか？人影がずいぶん小さかったこと。小さい？子供くらいの小さしかなかった。子供なんだ、せいだけ。はあ。ドワーフか。ペット泥棒なんて大人じゃなきゃできないですよ。そうなんだよな。だけど確かに。他には何かな？これくらいで。君はどうしてそんなとこ知りたがるんだ？わしのモッコスを取り返すためです。絶対に犯人を捕まえてやるんだから。勇敢だな。町の人にも話を聞いてごらん。町の人に。ペット泥棒のことは町でも噂になってるよ。詳しい人がいるかもしれない。なるほど。物知り博士とかあれなんじゃない？気をつけてね。私にできることがあったら手伝うわ。青い屋根の、お！仲間になってくれ。じゃあもう一回ちょっと話聞いてみっか、じゃあ。ジャイコちゃんがペット泥棒の話、お、ジャイコ。白紙の近く。じゃあパッと行っちゃうから。あ、ここだろ？ジャイコ、すいません。おお、来た来た、ジャイコ。お客さんですか？ジャイコちゃんに用事があるんです。ジャイコ私よ。何の声よ。ジャイコって本名だっけ？ジャイコって本名なのかな？クリスティーヌホンダだろ？ホンダじゃねえよ、ゴーダが。あれはペンネームか。あんたは漫画家になりたいの？え？漫画家になりたいの？何本か書いてるね。ペット泥棒の話を漫画にしようと思っている。漫画には関係ないよ。私のモッコスがペット泥棒に取られちゃったかもしれない。私に話を聞いてほしいのね。話してくれる？お願いしてもいい？何？今描いてる少女漫画に可愛いお人形が出てくる。上手に描けなくて困っている。本物のフランス人形と、本物のフランス人形？あ、あれじゃねえか。あいつが持ってんじゃねえか。本物のフランス人形を見れば上手に描けるはずよ。だからお願い。でも、じゃあペット泥棒の話しよう。なんだそれ。お願いね。なかなかあれだな。鈴鹿ちゃんって女の子は持って、あ、そうだな。言ってみれば。分かってるなら自分で静香ちゃんに行けばいいのに。なかなかあれだな、こっちはなんかなんつうの、切羽詰まってるのになんかそうやってなんかさ、とんでもない話だな。よう、もこちゃん見つかった？それがまだ、ジャイコちゃんっていう女の子がペット泥棒の噂を知ってるらしいんだけど、ジャイコちゃんが、フランス人形を持ってこないと教えないって言われちゃった。フランス人形のうちにもあったけど壊れちゃった。修理に出しているのよ、残念だ。おもちゃ屋さんかな。頼りになる人を紹介するのはドラえもんか。上にちょっと行くと2階建ての赤い屋根のお家がある。のび太さんとドラちゃんの2人よ。お、ついにあれだな。運命の出会いが。あの2人ならきっと力になってくれるわよ。頑張ってね。いいね。ててててて、こうか。さあ来たぞ。多分いねえだろ。あ、いるの？いないと思ったんだけどな。お、いたいたいた。僕の友達って誰か来たのかな？静香ちゃんかな？こんにちは。君は誰？私はボラコ。なんか面白いのこういうのかな。なかなかこういうのってないだろ。なんか今のなんか大人になったらなんかさ、こうやってさ。まあでもあるっちゃあるかもしれないけど。なんかでも新鮮に感じるな。なんか。君のことを聞いてきた。鈴鹿さんから。ペット泥棒の噂で聞いたことある。ペットばかりを狙う泥棒だよね。最近騒ぎになってるじゃないか。わしのモッコゾンさらわれたかもしれない。大変だ！そしたら鈴鹿ちゃんが君を訪ねてごらんって。そうだったのか。じゃあ君困ってるんだろうね。とっても。ドラえもんに頼んでみよう。ドラえもん。中に入って。おお、ついに。伝説の、食いすぎだろ。どんだけ食ってんだ、こいつ。やばいだろ、ほんとに。ドラえもんなあ、のび太くんダメだからね。このドラキュラは僕らだからね。違うよ、そんなことじゃないんだよ。君の力が借りたいんだ。え、入っておいでよ。家がでかすぎるな、ほんとに。なんすか、豪邸だ、ほんとに。ボラコちゃんって言うんだ。ドラえもんを助けてほしいんだって。一体どうしたって言うんだい。説明してよ。うん。どうしたの？のび太くんってすごいね。何が？だって喋るタヌキをペタ、喋る。やばい。めっちゃ怒らせた。失礼だぞ。ボラコちゃん違うよ。ドラえもんはタヌキじゃないんだ。そうなの？そうだと思う。僕は未来からやってきたロボットなんだからな。ごめんね、ドラえもん。分かってくれればいいんだよ。でもしょうがないね。ドラえもんは本当にタヌキみたいだな。のび太くん。まあ、のび太くん。ドラえもんはタヌキに見えないよ。何に見える？雪だるま、雪だるま。すげえ、しかしもう仲良くなってんの、ほんとなんか。猫型ロボット。ごめんね。いいじゃない、ドラえもん。ボロカちゃんの話を聞いてあげてよ。こいつらのコミュニケーション能力マジ高えな、ほんと。散々笑ったくせに。まあいいや、話って何？もっこすが。ペット泥棒か。助けてあげようよ。いいけど今のままじゃ探しようがないな。ペット泥棒の噂をジャイコちゃんが知ってるんだって。ジャイコが。聞きに行こう。もう行ったよ。話を聞きたければフランス人形を持ってこいって言われちゃった。フランス人形か。ポケットに入ってない。倉庫じゃないぞ。そんな何でも入ってるもんか。面白いなんだ。会話が面白いな。シドルたちが持ってるかも。人間は修理に出してるんだって。それはしょうがないや。探そうよ。僕たちも手伝おう。あれがあんじゃねえか。直すやつ使えばいいだろ。いいんだよ。街の左側に行こう。お、後でね。頑張ってね。左側？何、ちょっと右側行けばいいの？なるほど。てれてん、てれてん。どうでもいい。またどうでもいいってんな。俺はどこに行けばいいんだ？空き地かな？誰かいる？誰もいなそうだな。ここに行ったとこであれだろ、だって。話進まねえもんな、きっとな。フランス人形持ってきてね。こいつもなかなかあれだね、なんか。とんでもねえやつだな。フランス人形。おもちゃ屋さんじゃん。あ、やっぱそっちか。おもちゃ屋さんどこだっけ？ここだっけ？こっか。いらっしゃい。何をお求めですか？フランス人形ありますか？とても高価なものだよ。子供のお小遣いじゃ無理無理。どうしてもいるんです。お金あるのかい？ 3 枚高えな。高え！恐ろしく高すぎる。ジャイコちゃん人形を持っていけない。ペットドラゴンの話は聞けないよ。なんだかわからないけど大切なことなのかい？ジャイコちゃんが漫画を描くには人形が必要なんです。わしは持ってきてって頼まれて。子供が3万円の人形を貸し借りするなんて良くないよ。なくしたり汚したりしたらどうするんだ？だって、これをあげるから。何？人形の写真。あ、写真でいいじゃん。これで勘弁してもらいなさい。あ、ちょうどよくね、それで。てれてっててて。ジャイコの家になったぞ、今。ジャイコの家って。フランス人が手に入れた？やっぱり無理みたい。代わりに人形の写真もらってよ、ほら。何これ？フランス人形の写真？ダメよ、こんなの。後ろから見たらどんな風になってるのかわからないじゃない。そうか。漫画の資料に使うんだから、ちゃんと背中足の裏まで見えるのダメよ。そうだね。待ってろよ。強欲だな。マジでどうにかした方がいいぞ、これ。とんでもねえことなってんな。どこに行けばいい？これ何？あ、これスネ夫か。おい、ちょ、スネ夫たちもちょっと力も借りてえな。でも他のやつはどこ行ったの一体？おもちゃ屋さん行ってみる？何か買ってってね。ダメだ。ゲームで遊んでくる。記憶力ゲーム何これ？はい。何それ？動物たちが動いた順番を覚えるゲーム。動物が動くので同じ順番に選んでください。ほう。ステージ1、これ何これ？犬、犬、犬。犬しかいねえぞ。何、どういう順番で動いたかって、それあれ？こういうこと？あ、それでいいのか。なるほど。なんかもらえんのかな、これ。てってって。おい。ててて。後半やばそうだね。これクリアしなきゃいけないのかな。クリアすることによってあれなのかなんか何ステージあるんだ。1ステージあるの。ちょっと待て。おい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 お、間違えたらどうなんだろう。まあペナルティーとかないと思うけど。置いたか。3問正解。ほう。いや、もういいだろ、もういいだろ。もう十分だろ。最初から入力してくれ。ちょっと待って。とんでもねえな。俺はどうすればいいんだ、これは。エクスカリバーとかもらえるのかな、これで。そんなことはねえかな。せいぜいはカードとかそんぐらいだろ、きっと。もらえるとしても。そういう感じだと思うんだよな。早く先のストーリーを知りたいんだ、これは。先に進めてんだけど、俺は。よし。もういいだろ。もういいだろ。ステージ03ってことはなんか、ありそうじゃねえなんかもう。よし。もう帰ろう。俺は帰るからな。もうめちゃくちゃの増えてんな。もう帰るよ、俺。俺に行かしてくれ。俺に先に行かしてくれ。よし。フランス人形はどうなんだろうね、一体。なんだと？よし。残念。許せ。難しかった。てれてってて。なんかあるか。フランス人形知らないな。そうですよね。だよな。漫画上手なんだよ。うん。こっち、あ、裏も受けんだ。敵出そうじゃねこれ。何ここ。これ行っちゃっていいのかな。まだ来るべき場所じゃない気もするけどな。謎だな。て、てれん、ててん、てん。なんもなくね。まあ、そのうちだな、これは。そのうちに来いってあれか。てれてん、てれてん。いかん、じゃあ戻るか。伸びたとこあるかな。てか、どこに修理なしてんの。それだよな、まず。よかった。おい。とんでもねえ。とんでもねえやつだ。伸びちゃうな。お、戻ってきた。おい。先に戻ったのか。どうだった、ボロッコちゃん。ダメだった。なんとか写真だけはもらったんだけど。まだ用事があるな。ご飯までは戻ってくるんだよ。はーい。写真っておもちゃ屋さんにもらったの。フランスネギの写真。ジャイコは納得してくれるかな。難しいだろうね。漫画の資料にしたいなら後ろがわからないと。うん。せっかくおもちゃ屋さんがくれたのに。もう一度探しに行こう。探すんだ。ああ！何？どうした？忘れてた。こんな時のために。いい秘密道具があるの。これだよ。本物幻灯機。ほう。幻灯機。写真を入れると本物のように立体的に映るんだ。写真を貸して。それじゃこれを。てってれてってってん。お、すげえ。本物そっくりだ。ちゃんとある。何見てんの、のび太くん。えへへじゃねえし。すごいロボットなんだね。ソロでも。よし。ジャイコちゃん。やっと持ってきたぞ。フランス人形はどんだけフランス人形、もうフランス人形お化けだな、ほんと。これにフランス人形の写真を入れると。わあ、すごい。これなら白になるでしょう。なるなる。これで漫画描けるわ。話してくれる？ペット泥棒のこと。いいわよ。漫画のアイデアを考えて散歩した。うん。またこっか。静かにしろ。さらわれてんのか？さらわれてるあれが？何かしら今の声。こうすることが君たちのためなんだから。こうすることが君たちのため。ペットがあれかなんか。ペットを助ける団体みたいなあれかなんか。今のは何だったのかしら。結構ドラえもんそういうのあるからな。というわけで、ジャイ子ちゃんが聞いた犬の声は、後で聞いたんだけど、その空き地には野良犬がいた。その日からいなくなったのよ。ペット泥棒なのに野良犬を盗まれて変だよ。だって本当だもん。これが落ちたのよ。そのリングは、見覚えがあるのかい？私も同じを持ってるの。おお。これは同じものだよ。どこで手に入れたの？もっこそ追いかけてた場所に置いてたんだよ。やっぱりあれはペット泥棒だったんだよ。そうかもしれないな。だったら野良犬を盗んだらどうしたんだろう。うおおお、なんだなんだなんだ。キャー。誰だ？危ないじゃないか。おお、うるさい。動くんじゃないぞ。そのリングを渡せ。リングを？何？おとなしく渡せば何もしない。抵抗すれば痛い目に合わせるぞ。あんたペット泥棒ね。やっぱりあのリングはペット泥棒のものだったんだわ。余計なこと言うな。早くリングを渡せ。ドラえもん、あの人本気みたいだよ。こういう時は、ぶっ飛ばす。さあ。嫌だ。このリングはモコスにムツムツく大切な手がかりなんだから。わらぼちゃん拾っちゃった。その手を離せ。嫌だね。仕方ないな。マギ光線のくらい。危ない。ヒラリマント。おお。逃げろ。叩かないんだ。しまった。戦闘が始まんないな。出直すかニョロ。ニョロってなんだ？人間じゃないんだろうな、とりあえずな。なんとか逃げられたみたいだね。さっきの人がペット泥棒なんかな。リンゴを欲しがっていたし、何か関係あることは間違いないと思うよ。やっぱりね、足の一人だったでしょう。なんだかワクワクしちゃう。え？漫画のアイデアがもりもり湧いてきたわ。いいのが描けそう。あなたかっこよかったわ。今度の漫画のモデルになって、勇敢な少女のアクション漫画よ。いいけど。ありがとう。じゃあ私帰る。アイデアまとめなきゃ。行っちゃった。僕たちももう帰らなくちゃ。夕方らしいママが心配してるよ。私も。続きは明日にしよう。僕の家に来てよ。わかった。じゃあね。明日か、すべては。お帰りなさい。ご飯できてるわよ。ただいま。一緒に食べましょう。うん。また一日が終わってしまったな。